分が褒められたみたい。私、ホーキーポーキーのことデビュー前からずっとファンだったから。うん、ホーキーポーキーってね、実はこの辺出身なんだよ。だから当時はちょくちょくライブハウスで生で聴いてたね。今は超売れちゃって、チケットなんかとてもとても。あ、ここだけの話、ブートレグも家にあるけど。海賊版よ。そうは言ってもデビュー前の隠し撮りだから相当音悪いけど。今からうちに来ない？それ貸してあげる。かなりいいよ。そんなに遠くないよ、藤川だから。気乗りしないか。いや、別に嫌だったら嫌でいいの。たださ、ほら昨日言ったじゃん、家に来たついでに私のオブジェ見てくれたら嬉しいんだよね。正午の意見みたいな、参考になりそうな気がする。あ、ごめん、もしかして正午、午後の講義あるんだ。私、自分が休校だからつい。行こう行こう、すぐ行こう。やっほー、風が気持ちいいね。自転車ならほんとすぐ着くよ。お昼どうする？あ、そうだ、途中のコンビニでお昼買ってこうよ。でさ、気持ちいいからどっか外で食べようよ。それでいいよね。ね、翔吾、リカリンが言うにはね、聞いてる？とわり橋には絶対に行かない方がいいらしいよ。ちゃう、あのね、リカリンはその手のものマジに感じちゃうタイプなのよね。わかる？リカリンが行った時、ピッと感じたんだってさ。あ、この橋には何かあるな、と。じゃあ、正吾はリカリンが嘘こき女だと確信しちゃってるわけ？ひどいやつね。親友をそういう腹黒い目で見てるってことか。私は信じるな。っていうか、そういうものがこの世にあると信じた方が
面白いじゃん。今から行ってみようよ。だから、とわり橋。試してみたいじゃん。その呪いとやらがどんなに強烈なものなのかを。私自信あんだけど。愛は勝つ。先にコンビニ見えるから。そこコンビニ。いいけど、今他の家族誰もいないみたいだから遠慮しないでどうぞ。いえいえ、どういたしまして。
巨人ファミリーの家電になるの。おほ、芸術ってのは君に教わるものではないのだよ。人に教えを請う態度かね。ズバリ聞きたい。ズバリがいい。高いよ。時間とコストがかかるわけね。そしたら勝負
兵庫の大好きな早いことと安いことがお手軽じゃなくなるってことだね。そういうことを考えたりするのがまさに私の今のテーマなわけ。そっちの木や金属の作品の頃は手を動かしながら作業しながらっていうのね、考えてる方が多かったんだけど、プラスチックになってから始まってきた。こいつの場合、先にイメージをある程度まで完成させてないと作れないんだね。これって型で抜くから完成間近まで出来栄えがわからないんだ。わかる？制作プロセスが変わってしまうってこと。それってどういうことなんだろうって考えると、いろいろイメージできるものがあるじゃない。そう？でもとりあえずプラスチックができたことで人間に変化が起こった。それって何かなって考えるのって楽しくない？別に苦しいでも悲しいでも腹が立つでもいいよ。違う、心が動けばそれで芸術ってことね。ちゃんと芸術の話をしてたのだよ。何？ピンときた？大丈夫？大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、ほら大丈夫。恐れるものはないよ。何もないよ。答えて、あなたは誰？私は誰？私は、そう、私。私は私、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 私は私。